こ行くの、うん、どこ行くの、イエーイ、これからゲストの発表だ、発表、違うの俺が今ふざけてんじゃん、俺今ラップになってた、俺今ふざけてんの、ね、俺がやっちゃいけないのよ、な、え、なんで、全然そういうもんじゃん、楽しそうにしてた、違うの、止めてくれないとダメだね、発表がほらちゃんとできないとダメだから、ああ、いやすげえ楽しそうだからやっぱ入りたいよそりゃ、ね、わかる、行くよじゃん、イエ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 イカモカモ、違う、なんなの、いや乗ってくるのはいいんだけど、いや乗ってきちゃダメなの、まだ何今の、何今の、何のやつ、何のいやいや楽しい、いいよ、ちょっと俺もやりたいんだよ、ゲストの発表できないのよ、ああ、なるほどね。頼む。発表したいんだ、これはね、うん。今ね。だからちょっと、本当やめて、うん。ごめん、ごめん。うん。ごめん。うん。だから、もうちゃんと、やるから、うん、よ、よ、これからゲストの発表だ。うん。まずは、我らが電波のファラオ、うんうん、ラップの神様、うん、MC オギー。いや、オギー、オギー、オギー。そして、びっくり、OL ラッパー。うん、うん、うん。ケンちゃん大好き、カリスマ.com。おいえ、うん、ごぞ、うお。メガネビーキーに初登場。そして、こちらも、初めて来るよ。うん。顔もいいけど声もいい、声もいいの川島初登場、うん、川島ジョージョー、最後はこいつが驚くな、うん、はい、こいつも初めてやってくるだけど名前は言わないよ、なんで言わない、言いたいけども言わないよ、体にリズムが溢れてる最強ソウルな初登場、誰、イニシャルだけなら教えてあげる、そいつのイニシャル、それは K、 誰だ誰だ K、 誰だK がやってくる。ちょっともう。なんだよ。K がやってくるんだぜ。うん、イェーイ、うんだぜ、イェーイ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキラジオネームインテリスタ、うん、小木さん八木さんこんばんは、うん、ぎこちないラップでしたが大丈夫なんですかちょっと何も多分告知が伝わってないと思うんだよね、うん、そうだね、俺がラップでやっちゃうと小木が入ってきちゃって絶対できないから、うん、もう やめたラップはね、改めて言うよ、はい、ちゃんと言ってください、来週はだから今夜はディスラナイトってのがあるの、はい、ね、うん、ね、それも言いました先ほど、皆さんの不平不満ラップで解消します、うん、はい、ね、そして不平不満をラップしてくれるのはまずは電波のファローこと MC 奥義ね、おう、奥義ね、うん、うん、そしてケンちゃん一押しアーティストカリスマ .com、 わあ、やったよ、来たね、うん、すごいね、あのカリスマ .com が来てくれるんだから、すごいね、そしてメガネ引き初登場、うん、キリン川島、うん、というよりももう川島 .com、 ああ、川島 .com すごいじゃないの、うん、これも。ね、川島くん来るから。ね、アーティスト。そしてこちらもメガネビーキ初登場の方がもう一人。お、初登場ね。ええ、この方はですね、体にリズムが溢れているような、もう誰もが一目置くそうです。おー、はい、うん。ただ、その方、全身にリズムが降りてこないと出てくれない方なの。だから、ね、ちょっと今日のところは謎の K とさせていただいて。へぇー。うん、ちゃんとでも出ることは出るんだ、一応ね、予定は。そうです。ですから日頃ね、不平不満溜まってる皆さん、来週爆発させましょう。ね、みんな初登場なんですね。うん。すごいね、これね。そうですよ。ね、うん、ということで、はい、今夜は来週のラップの元となる不平不満募集します。自分のこと世の中、不平不満なら何でも OK。うん。うん。宛先は、ファックス番号、東京0355629540、うん。メールアドレス、メガネアットマーク、tbs.co.jp、すべて小文字で頑張ってください。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。Oh yeah!
ぎのメガネミーキー。まあね、はい、今週はまあね、特に何も働いてたかな、なんかあった、行った、別に。でまあ動物園、水族館とかは行ったけども、うん、水族館、え、子供と、子供とだけど、水族館自体は行かないんだけどさ、うん、テレビでも、でもたまに水族館の映像とか見るでしょ、うん、今ってなんか凝ってるじゃない。凝ってる多分ね、うん、前と違って、うん、違う、なんかいろんな、例えばまあイルカにさ、うん、イルカのショーでもなんか人がまあ一緒に泳いでイルカがこう押してってさ、人をね、とか乗せたりとか、いろいろするんだろうけど、俺、その、地方のさ、水族館行ってさ、結局そういうショーを見せたくて、マールに。ああ。ね。で、行ったら、オットセイとか出てくるんだけどさ、すごいのよ、オットセイのショーがあるんだけどさ、まあ今までオットセイがどういうショーやってきたのか、まあ見てないからわかんないんだけど、その地方の、水族館のボールをこうやってキャッチボールするよ、オットセイは。ああ、キャッチボールね。うん、ああ、そういうのもあれか。うん、俺が見たオットセイのショーは、うん、ね、3-2-1って、そう言うでしょ、うん、と、ベロを出すの、ちょっとだけ。ほんとちょっとだけよ、ちょっとだけベロ出すの。ベロ出して止まってんの、こうやって。うん。で、もうお魚の投げ下げて。うん、で、もそれを、各方面に、ベロ出しに行って、うん、それで終わっちゃうんだよ。もうそのレベルなの、地方っていうか、そういう。本当結構、落とせってやるよね、いっぱい。やるんだけど、うん、やると思ったんだけど、それだけ、ああ、拍手するよ、拍手みたいな。ああ、やる、ね。あれ最初だけ。ああ、やる、拍手。さ、うん、あれはけ、なんか、あれは多分誰でもできるんだね、あれ。誰でもできない。だって、ベロが、そのメインなんだよ。うん、メインっていうか、最後のメインイベントっていうか。ベロは？ベロ。可愛いんだ、でも。かわいいっていうか、わかる。あれで魚あげていいのかなって感じだよね、でもあれは。だからもうオットセイもそんな、ああ、まあ、なんだ、そんなしなくていい、なんだろう、努力を怠るよね、あれで。結構大きなさ、味みたいのを、ベロ出すだけで起こされるわけじゃん。うん、パッパパッパ、うん、で三方向やってるわけじゃん、うんで。そういうのがあって、うん、で、俺はもっとね、すごいのを見つけたんだけど、うん、白熊、それ動物園。また別名に動物園行ったの。うん。行ってるね。うん、やっぱね、見せたいんだね。子供に、ね。うん。動物。うん。違う、もう行くとこないんだよね、子供とやることが。うん。で、動物園もいいなと、まあ、行って、うん、まあ、静岡の動物園なんだけど、うん、白熊の、うん、あれって見たことある？白熊。動物園で。あるよ。ある。うん。だいたい、まあ、前に池があって、うん、で、奥の方は陸みたいになってて。なってね。ね、うん。で、だいたい白熊のイメージってさ、うん、右へ左にこう、もう、うん、同じ繰り返しで動く。うん。イメージあるじゃん。なんか、うん、もうずっと同じ動きみたいな、なんかもう、うん。でもそこの静岡の白熊、俺ね、多分、そこはテレビにも出てないと思うんだけど、うん、有名でもないの、そんな多分、うん。だけど、すごいギャラリーがいるの。うん、ギャラリーってま、白熊の見てるうちにどんどん集まってきた感じかな。うん、その白熊が本当人が入ってるかのように、うん、水に落ちる、プールみたいな落ちるとこも、うん、わざと水しぶきが出るような、うん、こう開いて、ああ、バシャーンって。バシャーンってやった。パフォーマンス性があるのね。そう。で、こういうボールみたいな、硬いね、海の沖にあるやつ、これ以上行っちゃいけませんよ、みたいな、なんつうんだっけ、あれの。うん。玉ね。浮いてる玉、うん。あれを持って、壁にこう、当てたりするの。そう、面白く。バーンって、うん。当てたやつを頭でガンってなんかヘッドしたりするの。へー。もう完全こっちの人